中秋節とは、東アジアの伝統的な行事の一つで、旧暦の8月15日に行われる。グレゴリオ暦では9月、または10月にあたる。特に、中華圏では、春節、生命節、単語節と並ぶ重要な行事であり、中華民国、中華人民共和国のいずれも、法定祝日になっている。 十五夜の月を鑑賞する干渉は古代中国に由来する。東代には8月15日の月を歌った詩は多い。ものの、まだ中秋節という特定の節日があった形跡はなく、宋代に至って中秋節が8月15日に固定された。宋代随一の詩人、祖職は中秋の月を宝玉の皿に例えた。 くれくも収め尽くして、清しかあふれ銀冠声なくたまばんを転図。南宋の東京夢家録や、夢両録には8月15日の中秋節に、人々が月を鑑賞したり宴会を開いたりすることを、記す。なお、縁人、日東具法巡礼行記に、8月15日の節について、白木にのみある節であると記していることから、 中秋節が朝鮮から中国に伝わったという説がある。中華人民共和国では長らく中秋節は祝日ではなかったが、2008年から生命節単語節とともに祝日に加えられた。月平を食べる慣習がある。台湾では中秋節は重要な民族行事であり、台湾の休日となる。月見しながら、 月平や分担を食べる習慣がある。地方文化としては、高尾市美濃くのにある、八花民族の集落では、丸モを締めて食べる習慣や、ギランでは小麦粉を練って、中に黒糖を塗って焼いた、名餅を食べる習慣がある。また、台湾南部では、お餅や火鍋を食べる風習もある。旧暦8月15日も、土地公と、大院生君の誕生日で、当日に、 土地公と大院聖君は祀られる。土地公は土地の守り神とされ、台湾の人々に広く親しまれている神様であると、同時に、在神の役割も兼務し、土地公に、五国宝城や、商売繁盛や、家内安全までも願ってお祈りする。特に土地公に、お餅を、お供えする。もちもち、べたべたで、土地公が召し上がるとき、長くて、白い髭に粘りつき、 お金と幸運もついでに祈願者の身に粘着してきてもらう。台湾の農民は水田や畑のあぜ道で土地公開という竹座を指す。竹座をちょっと少し切り分け、クリップのように内ビと線香を挟んで杖として土地公に捧げる。古くは太陽に対して太陰と呼ばれる月を支配する神様は太陰聖君とウイ女神である。一般的に 不老不死の薬を盗んでぐっと飲み、月に登る船女、ジョとごちゃ混ぜになってしまったが、実際に関係がない。月下老人のような、退院生君も縁結びの神様なのに、男女問わず良縁が求められることではない。昔ながら、男性は月に願って祀ることは許せていないから、月に向かって願い事を言うのは、女性専用儀式である。 1980年代中期から、中秋節の夜に、屋外でバーベキューするという楽しみ方も増えている。その起源は、諸説あるが、CM の影響や、お月見の最中に腹が減るからだと言われている。この習慣は、この年代の経済発展と生活の西洋化が、伝統的な風習まで影響を及ぼしたことを、証明している。かよしで、 中秋節の夕方の後、分担を持ち、室内にいて、外に向かい、入り口の敷居で包丁で分担の頭の部分を切りながら、分担の頭を切り、盗賊の頭を切りと唱え、泥棒が来ないように祈る。広ち、台湾語はポアーピン、罰ちである。罰は、ギャンブルという意味だ。帝成功は、満身王朝とアモイで戦っているところ、 中秋節が来ると、部下や軍隊は、家族と団らんできず、もっとホームシックになるので、広ちというゲームを発想して、皆楽しく遊んでいて、ホームシックを忘れたそうである。り湾にサイコロを投げ、出た目の組み合わせによって、月平は、景品としてゲットする。主に離島の金門県で行い、台湾本土の一部地域もまだこの風習を守っている。 水東丹後日迎え安件、ウリン県の論世座と、二論教にいるミコトノリアス弁の発火後を話す。発火民族は、中秋節の夜に松明を持ち、町内を巡りの風習である。昔は、防犯のため、パトロールしていたが、今はもうパレードになるイベントだった。消灯、日本のお日滝祭りに似ている。離島のバスで行う。軍事管理時期に、民間から、 夜の光を出すことは禁止され、一度耐えてしまったが、近年南佐尾橋の鉄板村で復活させた。レンガと瓦で組み合わせ、積み重ね、1から3メートル屋根がない、井戸の形の塔が作り、上の口に可燃物を投げ入れ、燃えていた。古いことが去り、新しいことが迎えられるように願う。昔、捨てられた棺の板や、便所の板など、 鉄ッの燃料として燃えたら、不吉なので、中秋節の夜に集め、消灯で燃やす。現代は、願い事や嫌なことを書いた短冊を塔に入れ、火をつけ、燃やしていた。諸願成就や悪星退散や、無病息災など願う。炊き上げられ、炎が立ち上る様子は悪巻である。炎が大きければ大きいほど、運勢が良いと言われる。 伝統的なご防制の灯籠を持ち中秋節を祝う、ベトナムの子供たちベトナムでは、またはと呼ぶ。これは、クオイの伝説が起源となっている。彼の妻は、うっかり聖なるガジュマルの木に尿をして、木を冒涜してしまう。そしてその木の枝に座った時、木は、成長を始め、とうとうクオイの妻を乗せたまま月まで伸びてしまった。毎年中秋節の間、 子供たちは灯籠を灯して、行列を作り、クオイの妻に、地上へ帰る道を教えている。ベトナムの月餅は、無論丸いものもあるが、四角いものが多い。ベトナム由来の空、おイの妻の物語の他に、ジョーガや登竜門の伝説も広く語られる。他の重要な行事は、中秋節の前や最中に行われる、獅子舞である。獅子舞は、 アマチュアの子供チームと訓練されたプロの両方によって踊られる。獅子舞のグループは通りで踊り、家を訪れては踊ってもいいか尋ねる。もし許可があれば、獅子が家の中に入って踊り、家のために幸運を祈る。家主は感謝を込めてご祝儀の金銭を渡す。中国と同じく中秋節には月平を食べる習慣がある。ベトナムでは、 他の地域と違い、中秋節は、子供のための祭りとみなされている。古来ベトナムでは、子供は純粋で無邪気なため、聖なる自然の世界と近いとされていた。子供たちの近くにいることは、精霊や神と繋がる道とされた。当日の晩、獅子前の獅子を子供に買え与え、子供は、友達とそれで遊ぶ。また、子供たちは、 恋の灯籠を持って遊びに出かけるが、これは登竜門の故事にちなんでいる。中国から中秋の十五夜に月見の祭事が伝わると、平安時代頃から貴族などの間で寒月の縁や船遊びで歌を詠み縁を催した。また平安貴族らは月を直接見ることをせず、酒や池にそれを映して楽しんだという。現代では、 月が見える場所などに、薄を飾って、月見団子、里芋、枝豆、栗などを盛り、幹を備えて月を眺める。この時期収穫されたばかりの里芋を備えることから、十五夜の月を特に芋名月と呼ぶ地方もある。一方、沖縄ではふちゃぎを作って備えている。また、仏教寺院では、宝作を祈る、満月法へを催すところもある。 この他にも戦前から昭和中期にかけて子供たちが近隣の各家に備えてある月見団子や栗、柿、枝豆、芋、菓子類をその家人に見つからないように取って回りその年の収穫を皆で祈るお月見泥棒という風習もあった地方によっては中秋に綱引きや相撲を行う沖縄県宮古島では人頭税が課せられていた時代から 旧暦8月15日の十五夜に、その年の租税の官能を祝うとともに、翌年の五国法上を願う法年祭が各地で行われている。宮古島市上野村の原では、午前中に、宇たで礼拝し、夜には、歓月会をした後に、青年男性の棒踊りと夫人の和踊りが行われる、マストリャーという行事が行われ、国の選定無形民族文化財に選定されている。 韓国では、旧暦8月15日に行う周遊という、中秋節の行事があり、日本のお盆と同様に墓参りなどを行う。朝鮮民主主義人民共和国でも祝日になる。ありがとうございます。